生活保護の引き下げについて論点は一共通なわけです。庄務検事、国の代理人の筆頭指定代理人やっていたものが次に裁判官になる、同じ論点ですよ。でこれが続いていた、みんなで交流会をやってこの人とこの人を同一人物じゃないかっていうのが後から分かったんですよ。裁判やってたんですよ。どうですか、これって公平じゃないと思いますが、大臣いかがですか。斉藤法務大臣。先ほどご指摘のケースにおいてはですね、裁判所において判断される事柄であるというふうに答弁申し上げましたし、一般論については先ほど申し上げた通りでございます、はい、福島みずほ君。いや、こういうことが起きているっていうことで問題だということなんですよ。一般論として公平にやりますと言われたってちっとも公平じゃないじゃないですか。公平じゃないんですよ。この件に関して2016年2月1日、まさに全国各地で提訴される集団訴訟において、元庄務部付き検事が裁判官職務復帰後に事件担当することに強く抗議し、徹底調査を求める公開質問状が法務大臣と最高裁判所長官に対して、弁護団からなされています。これどう受け止めますか。斉藤法務大臣。私は高い志を持って職責を全うされているものというふうに考えて、おりますので、人事交流自体が職務上問題があるというふうには考えておりません。委員長、福島みずほ君。しかし人事交流で2012年裁判官と検察官の交流を廃止したんですよ。高い指揮権を持って公平にやると言っても問題があるから廃止したんですよ。私は裁判官が民事局や例えば内閣の法制局、参議院の法制局やそういう立法に携わることなどまでも行政に、それは否定しません。でも裁判は原告と被告がとことん争うもので、裁判官はその判決を書く存在なんですよ。ですから検察官と裁判官の交流をやめたんですよ。だとしたら庄務検事、つまり国の代理人となる庄務局と裁判官の交流も同じようにやめるべきじゃないですか。